台湾は7回行ってます。父親を連れて行きました。2006年 Google マップが使えるようになった頃です。大中数川の名前を聞くと大安県、後から調べると合ってました。あんなことしてるんだ。初めてです。タクシーをチャーターし、八仙山を目指します。浜町だ。到着しました。うんちゃんおすすめ、クーリーのビーフ。初めて水餃子を食べました。仕事の合間に観光。初めての一人旅。やっとたどり着きました。有名な観光地でした。ダウフーティンファンテンマー。近くを散策。セブンイレブンもあります。ホテルに戻ってビール。雨ですが退屈なので出発。地図がなかったので迷いました。イーラン。何でもうまいです。そのまま乗せます。ファーレンは大きな町です。民宿の看板発見。日本のカラオケやってました。朝ごはんを探しにちょっと寄り道。田植えをやってます。いい感じです。初めてのピータン。地元の若者。海パンがいります。これも新発見。昔の線路。地元の若者。だんだん寂しくなってきます。しかし喫茶店もお風呂もありました。ほとんどこの形。勘違い。道に迷って来てしまいました。天気に関係なくいい感じです。初めてです。さら地がたくさんあります。開発中の台湾。
や。普通にうまい。熱っ。カオションお気に入り。高い気線はいっぱいあります。走って登ればよかったです。地元の若者。楽しいツアーでした。息子を連れて観光。効率よく回る。外国に来た感じがしない。恐怖に泊まりました。夜の方がいいですね。台北をちょっと見て、新幹線でカオションまで。その日のうちに台北に戻ります。忙しい旅です。後輩と自転車ツアーです。3人です。バイクの音ではぐれたことが気がつきませんでした。アパートに泊まります。地元の若者。気持ちよく走れます。不思議な現象。いい感じです。66年の弁当屋。いい民宿でした。後輩お気に入りのお寺。海パンがいります。大丈夫でした。快適な列車。ふたはウーションです。何度来てもいいところ。初めての生魚。かなり進んでいます。むっちゃうまい店です。たまたまお祭りでした。何かおじさんと話してます。
丸いマンション。スモッグで見晴らしが悪いです。しーちゃん。孫と一緒に台北へ行きました。おかげで一人では行けないような観光スポットにいろいろ行けました。2泊3日の弾丸ツアーです。これは孫のリクエストです。面白いツアーでした。今年の新年会は台湾です。2年前に来た小籠包。海パンがいります。雨が降っても苦になりません。二人帰国します。海底が見えます。おやすいじゃん。